やっちゃいました。やってしまいました。妊娠して、今、8ヶ月と3、4週間ぐらい。もうあと2、3週間で9週目。違う、9ヶ月目というところなんですが。初めて妊娠してから、風邪をひきました。 あ体調を、あの、つわりとかで妊娠の体調の悪いっていうのは何度か経験をしてるんですけど、がっつり風邪ひいてしまったっていうのは、初めてで、今はまあ風邪ひいてから通日 ?3 日かなぐらい経ってるんですけど、昨日かねない、あれは喉がめっちゃ痛くて、いや、3日目か。 そう、一昨日ぐらい喉に違和感あって、で、二日目めっちゃ喉痛くて、で、今日は喉は痛くないんですけど、なんか、だるさ、があります。重、そんなね、重症ってわけでもないんですけど、別に、食欲も昨日もめっちゃあるし、全然大丈夫なんですけど、割と、 あの、普通にし、編集もできない。編集するのもちょっとしんどいってなったり、あとお出かけ外に出ることもできないっていう感じの、風邪ですね。もうやっぱ横になってからめっちゃ楽なんですよね。っていう感じで。いや、妊娠中に風邪ひくと、やっぱ市販の薬が、ダメなんですよね。あの、赤ちゃんに影響があったらいけないので。 一応今飲んでる薬はカロナールっていう頭痛の薬なんですけど、ま、それを飲んでちょっと落ち着かせようとしています。あの、鼻水がすっごい出るので、多分喉に、あの、喉か鼻からウイルス、菌が多分入って、で、それを出すために、あの、鼻水が多分、ウイルスを出すために鼻水がすごい出て、 で、喉が痛いのも多分戦ってるから、筋と戦ってるから炎症起きて、あの熱くなって戦っ、なんかそれ調べたんですよ。ネットで。<laughs> な状況なので、まあ3日目でこれなんで、もう明日には治ってるかなっていうところなんですけど、うん。まあ妊娠中の,この体調不良、ウイルスによるっていうのはね、ちょっと初めてだったので、動画にしようかなとって思いました。 私、本当に食欲をなくすってことがあんまりなくて、今までの人生失恋したりとか、なんかするときとかも、メンタルやられるときも、なぜか、あの、食欲だけがなくならないっていう。それは風邪ひいても一緒で、昨日もがっつりお昼お弁当を食べたし、あの、完食でアイスクリームと、梨と、 お菓子、チョコパイ食べて、夜も割と冷麺がっつり食べて結構食べてる。<laughs> ってな感じなんで、まあ、心はめっちゃ元気なんですけど、ちょっと体が重くてだるいなーっていうのがね、えなってしまっております。はい。てな感じであんま内容ないんですけど。<laughs> このパンチまみれでちょっと、 熱はねあ、36度っていう、全然出てない。だけど、これはなんかね、気持ちよいから貼ってます。これ貼るとちょっとさ、病人感めっちゃますからさ、人に優しくされやすい <laughs>、奇跡の、ね、あの、冷えピタなんですけど、特にそんなに高熱が出て、関節が痛いとか言うわけではないんで、ね、めちゃめちゃ軽度なんですけど、なんか、 気をつけ,けなーって思いました。まだ、あ、ね、9ヶ月、あと1、1、2ヶ月でね、生まれてくるとは思うんですけど、ちょっと本当にね、あの、大ごとにならないように、ちょっとの、もうちょっとの喉の違和感があったらすぐにもう、うがいしたり、私はもう、もうなんか3秒に1回ぐらいこの喉スプレーやってんですけど、これをやったりとかしてます。これね、やっぱ家にあるだけでね、 いっぱい、喉が、まだマシかなと思うので、あの、ちょっと違和感感じたり、うってなんかなったら、すぐに喉のレスプレーしております。なんか、カッコンとね、よく風邪ひいたらすぐ飲むんですけど、調べたらカッコン糖もま良くないみたいな、出てて、何でもかんでも調べる癖がつきましたね。カッコンと妊婦いいのかとかさ。 ねえ、なんか本当に今わかんないことだらけだからさ、ふ、ふい、ふいにっていうか、いつもやってたことを飲ん、したりとか、頭痛くなったらイブ飲もうとしちゃったりとかするのがね、少しね、あるから、本当に、妊婦の自覚持ってさ、気をつけないとなぁとね、改めて思いました。<laughs> 割とね、そう思うと、本当に今までの生活、体調を崩したことがほとんどなかったなぁと思って、 それは良かったなと思いました。まあ、過保護な人はさ、こうやって風邪ひいたらどうしようとか、他から金もらったらどうしようって、外出るのも怖いって思う方とかもね、いると思うんで、あれなんですけど。まあ考え、そんなことね、考え気にしたしたらしょうがないっていうところもあるんですけど。まあ改めてこういう風邪が大きくなったら、本当に、赤ちゃんに影響してしまうかもしれないと思うと、やっぱ行動も怖いですよね。いろんなところにお出かけしたり、なんかするのも。 人混みに行くっていうのもそうですけど、ね、あの、ぶつかって転んじゃわないようにとかさ、自分に過保護になりすぎないようにしたいけど、まあ、赤ちゃんのためにちょっと、大げさに自分のことを守ってあげたりとか、過保護になるのもいいなぁと、改めて思いました。<laughs> はい、ということで私はもう今日も、残念ながら編集もできず、TikTok の撮影もできずで、更新が止まり、更新が止まるとね、もう不安なの、この、 性格というかインフルエンサーなんですか私分かんないですけど。みんなに忘れられてしまうような感じがして怖いんですよ。なんか TikTok もさ、切り抜きで上げてるんですけど、それもあえて、なんか、アンチが来るっていうか、コメントがこう、わーって来るような言い方にしたりして,るしてるんですよ。もう他人が、他人が上げてるようなタイトルにしたりとか、もうするんですよ。私がやってるんですけど。 それぐらい人に見られたりするのがすごい好きなんですよね。<laughs> だから動画上げないっていうだけでみんなに忘れ去られちゃったり、興味持たれなくなるっていうのがちょっと嫌な性格なので、安置されてもいいから動画上げたいっていう気持ちがあります。<laughs> 配信もしたかったなみんなと喋ったりするのすげえ楽しいんだよな みんなと喋ったり絡んだりするのがすげえ好きだからさ、私。だから本当に YouTube も、つわりの中編集して、撮影して編集できるし、みんなからのコメントを見ていいねするのもすっげえ幸せだし。<laughs> 本当にありがたいと思います。皆さんありがとう。もう見てくれるだけでも本当嬉しいし、言葉にして残してくれるのも嬉しいし。 だから本当に、あのー、マジで出産して、体型戻して、早く、皆さんと、直接会える機会が欲しいんです。マジで。もう会ってくれますか私と。本当にありがとうと言いたいんです。ありがとう、直接言いたいんです。もうコメントとかで言うのは簡単なんで。今、あっつったらありがとうって出てくるじゃないですか。違う違うもう本当に、あの、感謝の気持ちを伝えるにはやっぱりパフォーマンスをしたり、 するぜひ、私が出産して、赤ちゃんもちょっと落ち,落ち着くのがわかんないけど、<laughs> あの、体調体系、整った際には、ぜひ皆さんに、あの、会える機会をね、作らせていただけますので、ね、まだ私のことが好きでいてくれたり、興味が持ってくれたら、ぜひ、遊びに来てほしいです <laughs> ということで今日はこんな動画ですいません。皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなくよろしくお願いします。ということで私は早く直したいと思います。皆様も、あのね、もう今9月かな ?10、この動画10月かな寒くなってきたりする。まだ暖かいよね。うん、急に寒くなったりするからさ。 あの、体調に本、ね、当気をつけてお過ごしください。皆さん本当にありがとうございました。大好きだよ、本当に。ありがとね。バイバーイ。